日本兵庫県神戸市たるみく塩屋北町塩屋北町は兵庫県神戸市たるみくの町名1丁目から4丁目がある郵便番号は655-0863平成17年10月1日現在の世帯数は811人口は男性1141女性1262で合計2403区の南東部に位置する 住宅地域である。東、西、北は、下畑町、南は、塩屋台に接している。住居表示が実施されている。四丁目に、神戸市立塩屋北小学校がある。すぐ北に、兵庫県道21号神戸赤市線が通る。1974年から1979年に、かけて開発が行われた。1983年に、 住居表示実施とともに、下畑町やじゃ、青畑、階谷、南山、西砂山、大丸山などの各一部から成立した。開発当時は、塩屋柏台と呼ばれていた。柏谷の頭の字を取り、茅野の俗字、柏から名付けられたと思われる。柏台西公園周辺から、塩谷谷川にかけてが柏谷であった。公園名、 バス停留所名などにその名残を見ることができる。山陽バスは、小風台を起点とするコミュニティ循環路線を運行している。神戸市営バスは、地域と神戸市営地下鉄、精神山手線の妙法寺駅とを接続する路線を運行している。また、近隣の下畑町のバス停から JR 神戸線の菅駅に接続するバスを利用することもできる。 柏台、塩屋北福祉センター、青畑公園、柏台西公園、塩屋北町、塩屋北小学校の確定留所がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。